友部町は関東地方の北東部、茨城県中部の西茨城郡にあった町である。2006年3月19日に旧笠間市、岩間町と合併し、新生の笠間市が成立したことにより廃止された。新生の笠間市役所の本庁は旧友部町域に置かれている。茨城県のほぼ中央に位置し、北西部は闇土山系が緩やかに連なる丘陵地帯で、 東南部は概ね平坦な大地が開ける。日沼川が南西部を流れ、日沼に注ぐ。1955年1月15日、宍戸町、大原村、北川根村と小井淵村の一部が合併して成立。友部の名の由来は、さして古くはなく、1895年に、現在の水戸線の駅が設置された際、付近が南友部村と呼ばれた地域であったことにちなむ。 上記四課、町村が合併したのも中学校の学区に合わせるためという極めて政治的な理由に基づく。歴史的には上記四課、町村間に密接な関係はない。大原村は明治以前は茨城の里と呼ばれた。大原の名そのものも茨城が点火した大原に由来する。茨城の里が文献に登場するのは非常に早く。 古事記の神代巻にすでに、茨城国像の子が登場する。日立国風土記にもこの地についての記述があるが、風土記成立当時、すでにこの地域は、茨城郡ではなく、中郡となっていた。このため、茨城の名の由来となった地はここではなく、茨城郡の中心地であった原石岡市近辺で、あるとする説もある。中世には、後の宍戸町となる地域に、宍戸層が開かれ、 やがてここに土着した八田地下の子孫、宍戸氏の勢力範囲となる。他方、小原地域には、室町時代中期に、里見氏が土着し、小原城を築いて戦国期まで勢力を張った。この里見氏は後に、安房の大名となった里見氏の祖先であると伝えられるが、確証はない。小原城は、戦国末期に、佐竹氏の攻撃により滅び、宍戸も、 関ヶ原の戦いの後秋田市の領地となる。江戸期においては、志子戸は水戸藩蓮市の領地となり、大原地区は天領となって明治維新を迎えた。細かい町域の変遷は省略。東京方面と栃木県方面を結ぶ交通の結節点である。ありがとうございます。